まるで向けてない、誰も立たせてくれない、僕のチンコが昔より大人になったからなのか、ベッドに置いていた道で拾ったボロい点が、いくつもの性欲が、いくつもの前科を作った。思春期を過ぎた頃に包茎と気づき、医者を探していた。金などないくせに、もう手荒らし、行き場のない押し寄せる性欲に、本当の性癖教えてよ、壊れかけの点が。あ、すいません、2番もあります。いつもしごいてた、いつもおかずを探してた、卒アルを眺めてたら、かすかに性欲が湧いた。天下は知っていた、僕のチンコにフィットした、張り裂けそうなマラ、反射的にこすってた。凄まじい射精の後静まる部屋を背に、かなり苛まれた激しい自己嫌悪、増えてゆくティッシュの山、収まらぬ性欲に、妊婦のヌードでも抜けるよ、しおれかけのチンコ。ごめんなさい、3番もあります。動画を探してた、時が経つのも忘れ去って、微動だにしない画面、ヤバめのウイルスが入った。20歳過ぎにソープへ行き、童貞を捨てる、病気うつされてた、知識もないままに腫れ上がる人を見て、ひたすらに焦る、本当の病名教えてよ、ソープ状のルミコ。義務的な射精の後静まる部屋を背に、外を眺めてたら、二人の女子高生、よく見たらドブスだけど抜けないこともない、年々性癖が歪むよ、しおれすぎの人口、ひとつまや自動ポルノ、循環熟女モード、本当の性癖教えてよ。5歳以下の幼女。以上、大谷健二でございました。皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。